マヒンダは古代インドの仏像。仏教をスリランカにもたらした人物として伝えられている。ミヒンタレーにあるマヒンダのベッドマウリア朝のアショーカ王とその妻デビーの長男であったと伝えられる。アショーカは長男に偉大なインドラという意味のマヘンドラという名を付けたが、彼は家族の勧めによって20歳で出家し、マヒンダと名乗るようになった。 その後父の死であるモガリプッタティッサの下で三蔵を学び、第三回仏典結集の際に仏教の教えを伝えるためスリランカへ派遣された。当初、彼の父や昭家は長男であるマヘンドラに王位を継いで欲しいと望んでいたが、ヒンドゥー教の慣例では、バイシャの母を持つ彼が仏教国の王位を継ぐことは認められておらず、また彼自身も、 王位を望んでいなかったことによって断念した。年代記においてはマヘンドラが宗教的な理由でスリランカへ赴いたと描かれているが、歴史からはむしろ政治的な理由の方が大きかったと主張している。彼らの間では、アショーカ王がマヒンダを継承者争いから逃れさせるためにマヒンダをサーンチーへ派遣したと考えられている。スリランカの年代記である マハーワンサとディーパワンサには、満月の夜、祭りの日に、スリランカに到着したマヒンダを歓迎する宴が、開かれた際の伝説が残されている。その伝説によると、狩猟のためにミヒンタレーまで遠征していた、アヌラーダプラ王国のデバーナンピアティッサ王の前に、頭を反り上げた姿のマヒンダが現れた。当時、アショーカ王とデバーナンピアティサ王は、非常に緊密な関係にあり、 マヒンダとも何度か会ったことがあったが、マヒンダの出家姿を見て、非常に驚き、最初は誰なのかわからなかった。挨拶を交わした後マヒンダはスートラを開き、王家の狩りの縁の中で仏教の教えが語られた。マヒンダら一行は後に、アヌラーダプライも招かれ、宮中の縁でも一行は法を説いた。その後も彼は、王宮と庭園で説話を行うことを国王に、認められ。 ここから、スリランカ仏教の布教が始まった。この時使用された、マハーメガ庭園には、マヒンダの弟子らが暮らすようになり、後に、初期スリランカ仏教の中心となった。その後、マヒンダは、サンガに加わりたいという女性の仏教いたずらのために、姉妹でアマであるサンガミッターをスリランカに呼び寄せ、その際に、ブッダガヤから、ボダイジュの枝木をスリランカに持参させた。その後、 マヒンダは、ミヒンタレーに戻りその地に、王国、第二の僧院を建設した。加えて、その僧院に仏塔を建設し、マウリア朝から、フツシャリを取り寄せた。マヒンダは、デバーナンピアティッサ王の死後も80歳まで生き、スリランカで死没したと伝えられている。デバーナンピアティッサ王の息子、ウッティア王は、マヒンダのために国葬を取り行い、ミヒンタレーに、 彼の遺物を収容するための仏塔を建設した。ミヒンド星やマヒンダを記念する碑文が見つかった、バッショスリランカの年代記であるディーパーアンサとマハーワンサには、マヒンダがスリランカを訪れて、デバーナンピアティッサ王を消えさせた記述が残されており、これらがマヒンダについての主要な資料となっている。さらにその他の碑文、文学作品は、マヒンダがスリランカに訪れた、 紀元前3世紀頃に仏教がスリランカで伝播したことを示している。また、ラージャガラ修道院に残っている碑文には、マヒンダがスリランカを訪れて、仏教を伝え、その地で死没したことが記載されている。マハーワンサには、アショーカ王の息子マヒンダがスリランカを訪れ、妹のサンガミッターが2として、ボダイジュの一部をスリランカへ持参したという記載があるが、 アショーカ王はそれらに言及していないだけでなく、古代スリランカの美術にも、そのような彫刻やフレスコ画は現存していない。マヒンダがアヌラーダプラ王国の国王を消えさせたという伝説にも、議論の余地がある。ドイツのインド学者であるヘルマン・オルデンベルクは、この話は、歴史的に不正確であると主張しており、アショーカ王と古代インドの研究者である。 ヴィンセント・アーサー・スミスも同じ考えを支持している。ヘルマンとスミスは、アショー・カ王秘文において、彼が、息子のマヒンダを出家させ、スリランカの国王を仏教に帰還させるように命じた、記述がないことを理由に、この結論に至った。また、アショー・カ王がは仏像をスリランカに派遣した都市との、矛盾も存在する。マハー・ワンサによれば仏像は、紀元前255年に到着したと、 記載されているが、アショーカ王の碑文には5年早い紀元前260年と記載されている。20世紀スリランカの仏像アルポララウラは仏典をシンハラ語に翻訳して注釈を行ったマヒンダをスリランカ文学の父と呼んだ。また、彼はマウリア帝国の文化と建築様式をスリランカにもたらした点においてもマヒンダを評価している。また、 マヒンダとデバナンピアティッサ王が出会った場所であり、マヒンダの仏塔が建てられているミヒンタレーは、スリランカ仏教における重要な巡礼地となっている。特にマヒンダがスリランカに到着したとされる6月の満月の日は、カミザブ仏教の中でも重要な日とされている。ありがとうございます。